昼を回りました。改めまして和田明子です。日本放送の垣原正です。アッコのいい加減2000回日本放送の制作でお送りしています。12時台後半にお送りするクイズ和田オネア、今日も1万円がお一人に当たります。出場したいという方はお名前と電話番号もお忘れなく。受付電話番号は東京03-3211-3222、03-3211-3222、ファックスは0570-021242、メールアドレスは小文字で akko@1242.com でお待ちしております。やっぱり勘三郎さんについてのメールもすごくたくさん来てますね。はい、ラジオネームジュリアさんはオタク、はい、アッコさん今週は大変な1週間でしたね。本当です。はい、勘三郎さんのことはショックでした。はい、何かの間違いかと思いましたが、続々と報道されると、あ、これが現実なんだと思いました。アッコさんにとっての大親友の死、心中いかばかりかと思います。森光子さんに続いて悲しい知らせが続きますね。勘三郎さんのご冥福を心からお祈りいたしますと。はい、ラジオネーム修司さんもね、森光子さんは大往生と言ってもいいと思うんですが、はい、勘三郎さんまだ57歳ですもんねと。はい、あまりに早すぎるし、アッコさんの気持ちに整理がつかないというのも当然だと思いますと。これからなんかやってくれそうな人でしたからね。だから、なんていうか、お顔がね、多分なんか今演じてらっしゃるんでしょ、うん、まだ目をつぶって、きっと多分そうだと思います。うん、そんなお顔でした。演じてらっしゃるんでしょ。そう思いたいと思います。
でもあるわけでしょ。だからそういう部分で森さんも私の勝手な、これもまたちょっとごめんなさい、こうしょうがないラジオで自分の番組だから言わせていただきますけど、同級生でもないし同じ年齢でもないし同じ学校でもない先輩後輩でもないんだけど、同じ芸の上に立ってる、まあ、まだまだ私は未熟ですけど、近いものとして私の悩みは誰にも言えないんですよ。私も和田子みんなが私にとこ来たから、実は私知ってる、もう今言えないこともいっぱいありますよ。でも私の悩みはね、聞いてくんないもん。あた、もう本当にね、私から飯屋誘っても向こうから誘いづらいっていうのよ。で、分かりやすく言えばよ。だからそんな中でその森光子さんも中村勘三郎さんもお友達に私はなれたのかな。だから私が電話して、私が電話してっていうか、まあ二人で話して、がんが見つかったんだよって平気でおっしゃるし、そうよね、私も子宮がんやったり、シェーグレンってさ、難病になってさ、膠原病でとか二人で、やだね、神様何見てんだろうねって、でも頑張ろうねとか、そういうこと話し合えたりね。で、まあ、森さんの場合は、言ったかどうか、あれですけど、今日 やられるかどうかっていう時にうちで4時間ぐらい話しましたから、2000回の達成の前、そうですね、はい、だそういうのあって、なんか私は知り合えたっていうか繋がってるんで、コメントとかって言われるとちょっと的外れなことを言ってるかもわかんないですね。いやー、確か奈良岡さんがね、はい、あの月を見上げる森さんを見て、うん、孤独な人だったけどでもっていうメッセージはなんか、いや、みんなあの上に立つ人は寂しいと思いますよ。そういうことなんですね、はい、外国だと、外国って変ですけど日本でも昔はそうだったらしいですけど、みんなやっぱり他のものに走りますよね。アメリカとかで頂点極めた歌手の人とかって、うん、こうなんかみんなドラッグハマってみたりとかそういうことあるじゃないですか。そういうの見ると、まあ、それもそうですけどね、はいはいはい、そのプレッシャーとか孤独感ってすごいんだなと思いますよね。多分それで勘三郎さんなんか、歌舞伎っていうのはなんかこうお年寄りのイメージがある中でどんどん新しいものを入れて、だから野田さんと組まれたり、本当に残念ですよね。一方で、うん、これあこさんがね、はい、後輩に電話をしたというラジオネームゴンさん、はい、宮迫さんのニュース、はい、携帯の着信を見て思わずビクッとしてちょっと悪化したというね、はいはいはい、和田スポの中身、あれもちろんあこさんですよねと、はい、でもかっこ笑い、はい、あこさんのパワーがきっと宮迫さんの癌をやっつけてくれますよ、はい、うん、あ、これもね今だから言いますけどね、私はもう知ってたんですよ。事務所の発表が5日だったんですけど確か、で都内のお前に言ったら、いや、がんでした、え、大丈夫かって言ったら、もう早期も早期も超早期なんで、私まだ応援してないけど、あの試して買ってん のリュウマチのなんか会で、はい、リュウマチも私もちょっとあるからね、リュウマチの毛がちょっともうひどくなると指が曲がっちゃって、本当に包丁も持てない女性だとね、トイレも行けないってのあるんだけど、同じ症状、なんていうの、そのあなたはこういうリュウマチの、まあ、第1期とか2期とか ステージ2とかあるとすると、それを早く早期発見の超がつくぐらい超早期発見だったらいいらしい。で宮迫は本当にそうだったんだって、うん、でじゃあお前ね頑張って手術して、ちゃんともう今までお世話になった人に恩返しせなあかんと、だから半年遅かったらもうダメだったらしい。何気に言って見つかってね、で取れば、まあ私のだから子宮頸がんと一緒ですよね、全摘しちゃうと、まあ私の場合は転移しないと、で宮坂もそうだって言うから、そしたらもう一回死んだもんと思って皆さんに恩返ししなさい、わかりました、ご恩返しします、いっぱいご恩返しします、いっぱいしろ、ご恩返しってのはしてもしてもし尽くしたと
ましたよ、はあ、元気もらいました言って喜んでました、はあ、だから元気で帰ってきてほしい。その電話の主は私です。私です。はい、はい、アッコさんです。はい、あとラジオネーム小田